シルエット、噂は他球団でチャンスがあるか聞き残るか考える。噂は代理人と話をし、他球団でチャンスがあるかを聞き、レイズのマイナーに残るかどうかを考えると話したという。メキシコやね。他球団 NPB メジャー契約あったとか、なんで嘘ついたん。シルエット、3年15億用意できとるばい。ハマスタで待ってるで。一定の影に隠れているが、なかなかのクズムーブしてるよね。メジャー契約あったけど、あえて選んだっていうシナリオやなかったか。優勝へのラストピース来たわ。これでオリックス対策が完成する。もはや敵はいない。ああ、朝売ったやつと4位とかなめとんか。優勝や。じゃあギャラも違うし、そういうなつき方しないで全力すればブレーキ踏んだんだろ。こいつ人の心ないんか。有原式 RTA 世界最速記録。これでハム以外の NPB 行ったらマジで有原式規制した方がいいやろ。これでハムに戻ってくればポスティング代タダでもらったようなもん。記事で他の29球団って書いてあるぞ。 MLB 以外の、例えばホークスはオファーする資格ないんやないの。今すぐ契約破棄して開幕前にソフトバンク来れない。ご視聴ありがとうございました。